どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ピオキングズトロールレベル、ピオキングのトロールコースということですね。で、説明文にコラボ、ウィズテルル、エムキング、ピュ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 いませんだ。いや、このコースはね、わらびさんとてるるさんがコラボして作ったトロールコースみたいですね。この二人が手を組んでトロールコースを作ったら面白くないわけがない、面白くないわけがない大事なことなんで2回言いました。そんでさ、最速の人見てケン M キング2って書いてるでしょ。なんか俺ってか面白いことだらけですよこの画面で。ビャ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 以外、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.81%。 いや、本当に楽しみにしよったねこのコースやるの。どんくらい楽しみにしよったかって言えば、初めて USJ に行く10分の1ぐらいかな失礼だって。うわ、始まってしまったな。上の恋のところ絶対罠だと思う。この二人の考えることなんて大体分かってんだよ。ほら、なんか来たお前、針しまえよブンブンさん。なんでずっと出してんだよ。その筋肉を見れみたいな決めポーズやめろ。開幕筋肉誰だ。もう神コースの予感しかしないわ。初っ端こんな意味わかんない罠を持ってくるなんてさすがだなこの二人。じゃあキノコどこに来る。んここ、坂だ。僕の動画ってテルルさんのイメージが結構強いと思うんだけど、このわらびさんっていう方がマジで本当に笑かしてくれる罠が多いんだよね。そこに僕は注目したいです。で、だいたい M キングって何よ。いつから僕が M とか言われるようになったんだろうな。僕はどっちかって言ったら S だからな。このド S 玉がウィンウィンじゃないか。君たちは罠に引っ掛けて僕を嘲笑う。その罠に引っ掛かって僕は気持ちよくなる。こんなに配信者と制作者が合致してるなんてなかなかないね。とか言うとでも思ってく。僕はなるべく穏便にこのコースを終わらせたい。来たな。そんなに僕を先に進ませたくないのか。ビビってんじゃないの、ゴールされることをさ。やっぱりピオキングの方がすごかったですみたいな。このわらビビってるのかこれはパウ怪しい。左上に逃げられませんで、ね、閉じ込まったかな。このハテナブロックはパブロックは絶対に必要だよな。で、あのブラッパーを倒すでしょ。上からこう実行意が降ってくることは分かってんだよ。そうだろ心の罠は解いたぜ。この白いポンデリングが。そういや、前々回ぐらいの動画かな、オープニングなんだその顔。でね、前々回の動画のオープニングで、ダーマお花の手術したらこんな声になっちゃったよって感じで始めたんですよ。それで爆笑したっていうコメントが結構あって、みんな笑いのレベルどうかしてんじゃない引っかかるかよそんな無機物に。赤の土管入れるか試したっけ。ちょっと試してみていい。入れそうにない。じゃあこの青の土管に入っていけっていう感じで。でこのコースはピンクコインコースみたいだね。 1,2,3,4,5 枚が完全に舐められてる。なんかピオキングのマークブサイクだし M って書かれてるしさ。まあいいさ、そう言ってられるのも今のうちですよ。今から僕がこのコースの罠を回避しまくって M キングから S キングへとみんなの認識を変えてみせようじゃないか。なんだこの音楽は。これ左行けねえってか。くっそ、ここ行ったら何もない。なんだここ。私の考えが浅はかでした。この二人はもうちょっと慎重に行かないと倒せる相手ではありません。この石橋、こっちに来るとかい。こっちに来るか。だがしかし、そんなバブルを避けられない俺と思ってるのか。さあここの上、バネに乗ったら絶対に針に引っかかる。そうだろ、分かってんだよ。だからバネにないかわざわざ乗ってやるか。さあここは鉄球なんでねえの。そんな、おおおお、じゃあここは鉄球をかわします。で右に進む。あ、これさ、バネに乗っても左に行けば当たらないんじゃないやっぱりね、ほらほら、これさ、針に当たるっていう仕掛けだったんじゃない。やめてるやめてるよ。でここはね、ハテナブロックを叩いて何もしないのがいいのさ。唇植物。この土管に入るともうこの場面は終わりなのかい。もう終わりであってもいいよって思ったらまだまだあるんだね。このキノコ様は取らせてくれるね。取ったらダメだったんじゃないこれですよね。でもこのチョビちゃんでさ、この一マスのところに行けると思うんだよな。ちょっと見ててね。いけるわけねえだろ。であればキノコを取らず先に進もうか。このハテナは叩く以外ないよな。コインか。コイン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 。いやいや、待って待って、コインコインしてたら別の罠が来るかもしれない。テルルという人間はそういう人間と。あー
オンオフをします。すると砲台が来るからそいつをジャンプして受ける。ここはゆっくり行こうけ。上からは何も襲ってきそうにない。じゃあこのカノンの甲羅を取ってヒップドロップっていう感じなんだけど、カロリーメイト。だが一度見れば簡単なもんよ。ここでバニラ味のカロリーメイトを取って、一番右はまずい。このちょっと左ぐらいからヒップドロップしたら大丈夫っていう話だ。あ、何やってんの。せっかく罠を見つけたのにさ、自分でボンミスで引っかかりに行っちゃうなんて意味ねえよな。さあここは投げていいのかな。そんな素直に進ませてくれるとは思えないね。この裏にバーがあるでしょ。だからここでヒップドロップをしなくちゃいけない。そうだと思うよ。ほらほらピンポンって言われた。でカロンの甲羅を投げてドアに入る。絶対これが正解だよ。ごめんね罠に全然引っかからなくってと思ったけど。ノーノーって何。この土管に入れっていう感じかな。入れないっていうか、おい何向き変わってんだよ。素直にやらせてくれよ。え、なにさ、どうしよう。これ出るタイミングで左に行けってか。いや6つこれ6つこれさ、いいタイミングで右に行こうとしても砲台が左向いちゃうんだよな。上からも踏んでしまうみたいな。ほらほら、だからこの場所に寄っておいて出た瞬間左みたいな。わ、これどうしようか。こっからお前こっち向けよ。勢いが必要なんだろうな。ここら辺からこうやっていこうか。そうした方が勢いがつけれるっていうもんだろう。よっしゃー、死に耐久命中を止めるんだ。これさ、どう考えてもこっから先進めないんだよね。ここでオンオフするでしょ。で右側開くわけでもないし、でドアに入る以外ないよな。右の土管に入るためにはパワーブロックかなんか持ってこなくちゃいけないのかなと思ったんだけど、あ、ここで左出しちゃうみたいだ。あれ取れないんだけど。じゃあここどうやって入んだよ。そもそもここまで来させておいてここ全部違うっていう可能性があるもんな。まあそうだったと仮定して一言だけいいですか。ふざけるか。何今までの時間は。この左下全てが意味なくなってる感じでしょ。え、本当にそうなのかな。まあいいや、今度左上の土管行きます。何この面白そうな場所。じゃあこの音符を叩きます。ボキャラさん、もう何も信じられない。僕は今後何を信用して生きればいいの。このビッグコインじゃ。ビッグコイン取んね。一緒やじゃん。ドアに入ってもダメ、ピンクコインを取ってもダメ。何がしたいの。じゃあこのオブ叩いていい。大丈夫なのかな。キノコ取っちまったけど。いやでもキノコいるみたいなこと書いて、あ、わかった。ここでオンオフをしてドッスンに当たってさっさ行けと、そういうことなんじゃない。これでピンクコインがゲットできたね。でこのキノコを取りの素直に取らせてくれるじゃん。初めからそうすりゃよかったんだよ。進ませんか。上のキノコもフェイクってか。ならば取らないようにすれば先に進めるということですね。さあ行こう行こう、どんどん進んじゃおう。もうこのキノコなんかいらない。いるのか、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 いるのか。投げんだよ。この隙間隠しブロックとかなんかあるんじゃない。ほらほらあったね。これでキノコが取れるようになったっていう感じか。さあキノコを取って。でもさ、ドアに入ろう、ドアじゃねえ、土管に入ろうとしたら絶対右が開くように。やっぱそうだよな。早く早く待て。これを見て笑ってんのかな、制作者さんは。でもね、笑ってたら僕の勝ちなんだよ。さあここは何もしないでいいよ、きっとジャンプだ。悔しい。もうね、脳みその中全て覗かれてるような気がするね。じゃあパックンこっち来た。そのタイミングでジャンプして避けます。でこれはジャンプしないでいいと思うよ。上に上がって、ほらね、ビビビビャー。右の土管も全てが信用できない。さあでも入っていくしかないもんな。頼む、こっちで当てて。そんな素直に入らせてくれたらさ。だと思ったよ。こっちも全部違うとこだったらさ、ひどすぎだろ。頼む、キノコがなんか隠して、あ、なんか出てきた。キノコ様、この場面は素直に終わらせてくれるみたいだね。さあここでキノコをトリーの土管に入っていきます。そうすると下に行けるようになるでしょ。オッケーオッケー。さあここで下に行って行って。よし。っていうか、そもそも左に行ったら鍵ゲットとかそういうことはないよな。うわ、行きてー、どうしよう。まあ行かないでおこうか。あったらあったで、ね、僕のリアクションどうすればいいか分かんなくなるから。このドア何なんだろうな、入れないよね。で右下の土管もすげえ気になるんだけど、右下行けんのかい。でもさ、右下行ったらオンオフが変わったよね。その瞬間にジャンプしてみようか。あ、床あるじゃん。で右上のドアに入れるっていう感じか。あー、なるほどね。さあ次こっち行こう。
もういいってそういうの。右下にドアがあるのね。じゃあドア入っていこうか。でもこっちはただやられるところっていうわけじゃないね。ちゃんとしてんじゃん。じゃあ左のピースイッチを叩きます。あれ、これ戻れんのじゃない。ピュー、めちゃめちゃ急いで行ってみようか。こっから走ってすぐにピーを叩きます。わからんのよ。でもできることは全部やっておこう。ちくわブロック落としておく。でこの辺からも右ダッシュしてすぐピースイッチを叩く。うん、また左に行っちゃった。魚も落ちてきたけど、これまた叩ける。また逃げるんじゃないの。頼む、逃げんなよ。一旦ハテナブロック叩いておこうか。そしてピースイッチを叩けるね。で上から何か落ちてくるとかそういうことはないよな。でこいつは魚なんでねえの。かいかかい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 。こいこいよ、ささろー。もうやだこのコース。何、この二人が手を組んだらこんなにひどいコースが出来上がんの。このパワーブロック落としていいんだよな、下針だから。頼む、クパクは絶対何もせんなよ。素直に落とさせろよ。なんでそうなんの。もう、あ、あ、いいじゃん、たまには優しいことするじゃねえか。どこがだよ。パウを持ったまま下に降りればよかったんだよな。でこのパウは足蹴にして土管に入っていけっていう感じなんじゃない。もう本当終わりでいいよ。切実に思うね。もうワンルートあるんでしょこんなの。めちゃめちゃきちいじゃん。じゃあこのカエルは取れないのかな。なんだよこのカエルはさ、遊んでんじゃないわよ。もうどうすりゃいいんだよ。これジャンプしていける。ジャンプしていけそうにない。土管に戻れそうにもないな。え、じゃあこれどうすんだろうね。もうこのさあマジで一旦落ちてみようか。そしてジャンプ。だらだらだら、そんなんで全然予想済みなんだよ。でこのツタは何で、バネもなんだよ。お前邪魔すんだよ。お前も邪魔すんだ。なんかね、今やられた時カエルを取らないでいけみたいなこと書いちゃったから、取らんでいこうかなと思います。まあ、バネがあったからそれで先に進めなくなりますっていうことだと思うんだよな。さあここで下に降りの、このバネを持って、これジャンプしていいのかな。左側へ。うわー、出たそれ。印を何も信用するな。あーい、キャラの、あーい、あーい、よしよしよし、お、いけるんじゃないこれ。このまんま、さっきの場所に、中間ポイントに。よし、やーい。さあ残り一つ、緑の土管だけですよ。ただピンクコインを2枚取らなくちゃいけないんだよな。ここで2枚あるのかっていう話なんだけど。ナイス。つららちっさ。いや一番最初の場所があるやん。あそこどうしても先に進めなかったからさ、ここに2枚あってくれるとは思うんだけどね。さあブロックを壊して進みます。やめてください。誰が下のブロックを壊してくださいって言ったのよ。僕が言ったのは上のブロックさ。でもありがとうよ制作者さん、そのおかげで取れなきゃっていうものが取れたもんだぜ。さあこの上は、上は丸々で、ここにバブルがいるからそいつを出せと。そんな簡単に行きますかね。絶対そんなことだろうと思ったって。でこのファイヤー、このファイヤーさ、こっちまで誘導できたらいいんだけど絶対無理だよな。これ当たれないんだけど、全然当たれないんだけど。頼むって。うわこれマジでむず。何この地味な知り耐久はさ。当たれ、もう一回ぐらい、一回当たればこっちはもらった。本当にこのコースの何ももう信用しない。右にさメガクッパがいると思うけど、で裏にフラワーがあるのよ。そのフラワーももう信用しない。取ってもいいことないもんな、アイテムって。これは叩いてもいいことないもんな。叩きたいから叩きますけど。何か出てきた今。なんか出てきた。まあ、取ったな。先にピンクコインを回収しておこう。でこのパワーブロックを持って先に進めばいいのさ。でこのパワーブロックは投げる、置く、いや私は置く。そうだ、これが奥の細道だ。お、みんな見て見て、右下にピンクコインあるじゃん。ってことは最初のステージっていうのかな。あそこ何も意味がなかったんだろうね。最悪、そこ一番最初に選んだってことでしょ。じゃあここは一番右に逃げておこうか。アッパ、いや取っていいのかな、このアッパ取ろうか。頼むって、なんだお前。このヒサロ帰りのギャル王が一番左ギリギリで待っておこうか。そうするとギャル王が避けれるのかな。避けれるね。そしてこの葉っぱは取れる。で右下のピンクコインは取ることができて、これで終わりっていう感じなんじゃない。今めちゃめちゃ良かったね。見た、あれにね一発で入れたっていうのはすごいと思います。さあここで M キングの鍵を取ってゴールか、ゴールだろか、頼むゴールであってくれ。まだ続いてる。頼む、もう何もないだよ。ここは左か、先に降りておく。待ちなさい。鍵は
ねえ、鍵は取らせてくれるね。優しいところあるじゃねえか、二人とも。で、頑張れ俺、もうすぐゴールなんだ、きっともうすぐゴールなんだ。ここで彼のコーラを持て。焦るな、騒ぐな、わめくな、絶叫もするな。あのオンオフをしたら絶対にカロンの甲羅が移動してくると思うんだよな。だから真ん中に置いておく。分かってる分かってる、そんなのねお見通しなんだよ。さあここで右下の方に行ったらまずいと思うんで、この土管の方に行きます。さあゴールはまだなの？長くない？何あの唇、絶対に襲ってくるだろう。だから一番左の方に隠れておく。おおやろ、撃つな、くさくろ。なんでこうもさ、誰かとコラボしたコースって長いんだろうね。じゃあ右ギリギリまで行っておこうか、サンボはいなくならない。じゃあこいつ早く左、早く左、よっほほほほほほ。よくかわすことができました、大変よくできました。なになにこれ、もうざわざわになって。誰か僕をチビに刺して、お願い、この下だ。あ、なんかどっか行ったね。右下か、トラブ、右下出て、なんちゅうことせんだ。先を見とけばよかったな。結構ね、実況やってるとそういうのって見落としがちなんですよ。チビになったら進めるのにみたいな。まあそこのとこだけ許してください。さあここで鉄球だと思います。そして右にはゴールは、ゴールあるんじゃない、来た。いや、これはチビになって、もうだ。お願いって、ゴールは目の前にあるのに。ただなんだ上の一生児は、あいつなんかやられねえぞ絶対に。でこっちは何、最初からやり直したか、そういうこと。出たー。待って、これめちゃめちゃきついんだよ。このさ、カエルも避けながら、しかもこれに当たるとか無理じゃん。これ、よしよしよし、あと1回、いや、あと1回さ当たれば、あー、よしよしよし、で、あと1回、カエルは出てこないじゃん。なんだ、1回だけか、ビビらせやがって。もうここ飛ばしていいでしょ、1回やられたからさ。どっかで記録を取って大きくなったんだよな。どれだったんだろう。あ、このワンナップの裏に記録が隠されてたんじゃない。じゃあここはゴールさせてくれる、あの石エジ、こっちに落ちてくるで、そんなの分かってんだよ。殺すのか。だけどあの石エジをかわしさえすればもうゴールなんだ。さあ石エジ降りておいで、で一番左でかわします。そこまでしなくてもいいじゃんか。頼むってば、どいてよ、これもう一回さ、さっきの耐久ピラで行かなきゃいけないじゃない。いやいや、もういいだろ、頼む、ゴールさせろ、ゴール。こんなことして楽しいか。次こそ絶対にゴールするんだ俺は、あの魚をかわしさえすれば。いやいや、うらぁうらぁ。クリアしたぞ。めちゃめちゃ鬼畜でしたねこのコース。でも本当に楽しいコースでした。まあこの勝負は私の勝ちですけどね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。人画面トロールスピラン、ゴールは目の前なのに進めない。説明文にゴールはそこなのに、ヒント、最初は右ダッシュって書いてるんですよ。いや、これまで人画面でトロールコースっていうのは見たことあるんだけど、人画面トロールスピランっていうのは初めてじゃない。このたった人画面にどんな騙し要素とどんなスピラン要素があるんだろうね。ちょっと楽しみじゃない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.52%。まあ最速が7秒だからすぐ終わるとは思うんだけど、クリア率が結構低いよな。マジでどんなコースか予想もつかないね。さあ始まった。で最初は右ラッシュ。いやいや全然読めねえって。ここでジャンプして壊せんってこと。そこはスピンすんのね。読めてきたよ。だからスピントロールコースなのか。いや、スピントロールコースじゃねえ。この下手くそ。気引き締めていこう。まず最初スピンします。でブロックが出てきた。でこの後よね、問題は助けた。勢いで行った方がいいのかもしんないね。ここでスピンします。でブロック乗る。で誰お前、あのパックをどうやってかわすかなんだよな。ここでスピンしの、ここでもスピンしてみようか。これでよくないのかな。まあでもやり直し聞くよね。でキラーに乗りの、時間がないじゃん。左のパックンのところがマジで分かんないんだよね。ここでスピンして、ここでもスピンしてみようか。で、あ、でここで壁キックしていけっちゅうことなんじゃない。攻略を見つけたぞ。もう分かっちまったよ。ここでスピンします。でここで壁キック C ので、右からゴールできないじゃん。むずいってこのコース。1個罠をかわしたらまた次1個罠があるんだよな。じゃああのガリガリのところ待っとってみようか。待っとってすぐ下に降りる。でこれで間に合うか。
今の感じやったら絶対ゴールできないんだよな。だから早めに左のキラを壁キック、あ、壁キックできんじゃん。でこれでゴールみたいだ。いやーガリガリガーだがしかしもうやめたもんね。どこか最後のガリガリさえかわせば私はゴールできるとそう思ってるんですよ。それさえ分かっちまえばもうこっちはもんよ。さあゴールをさせろ。今さボンミスしてしまったけど、またガリガリが落ちてこなかった。何個か落ちてくるんだろうな。ちょっと待っとってみようか。時間ギリギリまでこの辺でガリガリが、うん、これでもうゴールできるんじゃない。いやナイスアイディアの人画面トロールスピランでしたね。すげえ楽しかったです。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。